建安7年、西暦202年、曹操は再び大軍を率いて袁紹を攻撃した。戦いに敗れた袁紹は病に倒れ、5月に死んだ。死に際に長男の袁譚を退け、三男の袁紹を後継ぎとした。このため兄弟の間で争いが起こった。実権を握った袁紹に追い出された袁譚は神秘を使わし、曹操に降伏を申し出た。佐治、援軍を出すのはやぶさかではないが、その袁譚の降伏の意思は本心か？いいえ。おお、では偽りだと申すのか？そうでもござらぬ。本心かどうかはともかく、今の形勢をご覧ください。袁氏の兵は負け戦続きで疲れ切り、亡臣は殺され、兄弟が争い、国が二分しております。さらに凶作で食べ物も不足、まさしく袁氏を滅ぼせという天のご意志に相違ない。そこで主君が行軍を攻められ、袁紹が援軍を出さなかったとすれば、拠点を失います。援軍を出したとしても、袁譚が後ろから追い打ちをかけます。主君のお力をもってすれば、瞬く間に肩がつきます。今天下の敵は河北より大きなものなく、河北が平定されれば大業はなったも同然。いかがです？いただけますか？おう、そうじゃった。そちとはもう少し早く会いたかったの。さ、天下の敵は河北より大きなものなく、河北平定すれば大業なったも同然。よし、そちが袁譚の使者として参ったのであるならば、袁譚の本心などどうでもよい。受け入れよ。降伏しに参った袁譚でございます。その後ろにおるのは何者だ？旅行と旅商でございます。その方らは血を分けた兄弟か？その方ら二人とも袁紹の配下だったはず。なぜ袁譚の配下におる？丞相、袁紹は丞相が私を救うことを知り、この二人を行軍に来させ、退路を断つよう命じました。私はこの者らに言いました。父はお前たちを粗略に扱ったことがないのに、なぜ今私を苦しめると。それゆえ二人は私のもとに。おお。そこで私は言いました。私に帰服するなら丞相に帰服しろと。それゆえ丞相のもとに連れて参った次第でございます。ふん。そなたの父は血を吐き倒れながらも、
わしに降伏などしなかったぞ。その二人は兄弟の争いに耐えきれず、やむなく降伏したのであろう。今から出陣する家、我が軍に加われ。ありがたく幸せ。立て。上昇。ん？いつ紀州を攻め、袁紹を討伐なさるおつもりですか？うん。今は兵糧が不足している状態だ。その方らは平原に残れ。兵糧を確保してから軍勢を進める。